こんにちは。未来を作るために私たちは変わるんだ。皆さんこんにちは。いよいよクラン戦も大詰めですね。大きく成長したクランもあれば、これからの課題を見つけたクランもある。有意義なクラン戦だったね。だがまだ気を抜いてはいけない。最後に予想外の相手との出会いが待っているかもしれないからね。なるほど、まだワクワクは終わらないってことですね。と、ここで最終戦の対戦カードが発表されました。このようになっております。最後の対戦相手は西脇エンジニアリングか。知ってるの？西脇エンジニアリング言うたら、ガンプラバトルでその名を轟かせた老舗のチームやで。プロチームの中でも強豪で、所属してるのも世界レベルの実力者ばっかりや。へえ、いわゆる名門チームって感じ？ずっと名門だったってわけじゃねえよ。むしろ昔は大会に出る予算すら足りないこともあったんだぜ。それでもあがいて試行錯誤して、腕とかスピリッツ的な何かとかで今の地位を勝ち得たんだ。詳しいんだね、マシマ。それにあなたが女性のこと以外でそこまで饒舌になるなんて。ひょっとして向こうのチームにめっちゃ可愛い女の子がいるとか？いや、残念ながらそういうわけじゃ。その期待、もしかして真島さんですか？真島さんですよね。誰だっけ？すまねえ、男の顔は覚えてられなくてよ。何言ってるんですか。僕です、勇気ですよ。冗談だよ冗談。そうムキになんなよ勇気。ああ、真島さんなんだか雰囲気が変わりましたね。お知り合いですか？申し遅れました。僕は西脇エンジニアリングの勇気と言います。真島さんがうちのチームにいらっしゃった頃お世話になっていて。西脇エンジニアリング、さっき言ってたプロチームでしょ。真島がそこにいたってことはプロビルダーやったってこと？道理で実力あるわけや。本当にすごい方ですよ。西脇エンジニアリングの中でも絶対的なエースでしたから、その手腕でチームをまとめ上げて全国大会に導いてくれたんです。よせよ勇気、
もう昔のことだ。やっぱりチームメイトの方にも昔のことはお話しされてないんですね。真島さん、聞きましたよ。あの時真島さんがチームを抜けたのは。よせって言ってんだろ。今さら掘り返す話じゃねえ。それに男には知られざる過去の一つや二つ必要じゃねえかなあ。過去ですか。あなたがそういうのなら僕は今の自分を見てもらいます。次のクラン戦、僕はエースとして出場します。待ってますよ真島さん。勇気がエース。そうか。真島さん、あの方と何かあったのですか。まあチームを抜けた時にいろいろとな。男の誘いじゃ気が乗らないが、あいつにああ言われたら出ないわけにはいかねえか。この試合俺も出させてもらうぜ。私も出たい。お？積極的じゃないか。パートナーに名乗り出てくれるなんて。いつもクールなリリンちゃんにそんな情熱的なところがあったとはな。今のどこが情熱的やねん。でもリリン、最近本当に積極的だよね。前の試合もそうだったし。いろんなこと経験して知りたい。今はそういう気持ちがあるのかな。いい傾向、いい傾向。じゃあよろしく頼むぜ。で、あと一人は、まあ今のあいつらを相手にするにはお前の力は必要か。わかった、このメンツで決定だ。じゃあ小神に行くとするか。今のあいつってやつをよ。島、どうして前のチームを抜けたの。ド直球な質問だな。ねえリリンちゃんにはかなわないで。答えたくない。つまんない話になるが、それでもいいか。うん、聞かせて。そう聞かれちゃ仕方ないか。勇気の言っていた通り、俺はエースとしてチームを念願の全国大会出場に導いた。だが大会に参加するための予算がどうしても工面できなくてな。出場自体もやむなしか、そう思っていた俺たちの前に折りよくスポンサーが現れてくれたんだ。じゃあ出場できたんだ。ところが資金提供の条件は、向こうが推薦するビルダーを一人出場メンバーに入れることだ。こんなある人当然元いた誰かが抜けなくちゃならないってこと。それが真島。うん、でついでにチームからも抜けたってわけだ。そのままチームに居続けたって後腐れが残っ。ほらな、つまんねえだろ。さあバトルを続けるぜ。
上順調。
よし、次だ。真島さん、来てくれたんですね。あんだけ熱いアプローチを受けたんだ、答えないとカッコ悪いだろ。そうですね、あなたはいつだってカッコよかった。汚名を着せられたまま黙っていなくなるなんてカッコよすぎですよ。汚名？あの時チームから外されるのは僕のはずだったんですよね。だけどあなたはそれに反発して出場を辞退した。そのおかげで僕は出場できたものの、結局チームは初戦敗退。身勝手な行動が敗北を招いたとして、全ての責任をあなたが負うことになって。それがチームを抜けた本当の理由？ま、身勝手な行動だったのは本当だしね。僕はあの時何も知らずに何もできなかった。あの時僕が代わりに勝てていればあんなことにはならなかったの。それをずっと後悔してたってか。まったく真面目なお前らしいな。だから今日ここで僕はあなたを倒します。あなたの代わりに、あなたよりも勝てるようになったと証明するために。ここで決めるよ。どうしたんですか、あなたの本気はこんなもんじゃないでしょう。まったく買いかぶらないでくれよな。あの時だって俺が出てれば勝てたなんて保証はどこにもねえだろう。そうですか、それが本気というのならば。お前、真島、大丈夫？こんなカッコ悪い姿を見せるつもりはなかったんだけどな。お前はいつも本気だな。正直羨ましいぜ。いつからだろうな、本気になるのが面倒になっちまったのは。あの時全部に失望して諦めて何もかもバカバカしくなったんだ。じゃあどうして真島はここにいるの？ガンプラバトルってバカバカしい？それは戦闘中に足を止めるなと、それがあなたの教えだったでしょう。何？まったく本当にバカバカしいぜ。一番好きで一番やりたいことをやるのに本気出さずにどうするんだって話だよな。真島さん、勇気、お望み通り俺の本気を見せてやる。だがな、本気になったこの俺からダメージを奪えると思うなよ。まだまだ負けにも。
の勝ちです。なあ、昔に教えてなかったか、奥の手は取っておけ。あっ、そうだろ勇気。やっぱりあなたは強いな。今回ばかりは俺だけじゃねえ、あいつらが一緒に戦ってくれたから勝てたんだよ。すごいね。あの西脇エンジニアリングに勝てたで。これでクラン戦全勝や。真島もみんなもすごかったで。真島さん、素晴らしい活躍でしたね。あれがあなたの本来の力ですか。お嬢、俺のことを認めてくれたのか。なら本気を出した甲斐があったってもんだな。もうそういうところだよ。せっかくいい戦いしたのに。おめでとうございます。クラン戦全勝ですね。これでクランのランクも一気に上昇しますよ。次からの相手はもっと手強くなりますね。その点は問題ねえ。本気の俺が出ればどんな相手でもどうにかなるさ。それにうちは俺以外にも頼もしいやつばかりなんでな。そうみたいですね。あなたが素晴らしい仲間に恵まれたこと、僕も嬉しいです。いつかまたお手合わせ願います。その時は我が西脇エンジニアリングがリベンジしてみせますよ。素晴らしい仲間。ああ、そうだ。みんな本当にありがとうな。それで改めてお願いするぜ。これからもチームの一員としてよろしくな。どないしたん、急にかしこまっちゃって。あ、いや、まあ
結構なし崩しな感じでチームに入ったからな。一度改めてちゃんと言っておいた方がいいかと思ってよ。わざわざ改めて言わなくたってチームの一員になっていますのに。わしまって変なところで律儀なんやな。本当だよね。普段あんなに適当なのに。あのな、まったく、これじゃ道化だぜ。